今日は打のヒーローお二人にお越しいただきました。まずは第3号スリーランホームラン、後藤剛俊選手です。ナイスホームランでした。お願いします。素晴らしい当たりでしたね。打った瞬間手応えはどうでした？そうですね、十分です、はい、あの打席どんな思いで打席に入ったんですか？そうですね、あのチャンスで回ってきたんで、なんとか流れを止めないように、まずはヒットを打とうと、必死でした、はい、あのホームランで一気にライオンズに流れが傾きましたよね。そうですね、やっぱり初回4点取れたっていうのはやっぱり試合やっていく上ではすごい有利になるんで良かったです。それにしても後藤さん、今週2回目のお立ち台ですよ。そうですね、特に意識はしてません。1ヶ月で何回目か覚えてます？4回目ですかね。そうです、1ヶ月で4回のヒーローインタビューです。できすぎですいやいや、月間お立ち台大賞と言っていいでしょうか？そう呼んでください。わかりました。それではファンの皆さんに後藤さん一言お願いします。そうですね、まだまだこれから大事な試合続きますけども、一生懸命頑張りますんで声張り上げて応援してください。よろしくお願いします。ありがとうございました。後藤剛俊選手でした。今日4安打2本のタイムリー、栗山拓実選手です。ナイスバッティングでした。ありがとうございます。栗山さん、今日は本当に気合が入ってました。どんな思いで試合に臨みましたか？昨日ちょっといい場面で打てなかったんで、今日はなんとかその分までやり返したいなと思ってたんで気合が入ってました。先制のタイムリー、先制パンチ効きましたね。そうですね、タイムリーっていうよりは走者をなんとか進めようと思ってたんで、まあ、それが結果としてセンター前になったんで、まあ、結果としてタイムリーで良かったかなと思います。それから今日は盗塁も2つ、足を絡めた攻撃も見事でしたね。そうですね、普段そんなに走れることないんで、まあ、今日はたまたまいいスタートが切れたんで、まあ、2盗塁できて良かったです。いや本当に今日はもう快勝でした。明日はこの西武ドーム6連戦最後のゲームです。スタンドの皆さんに一言お願いします。そうですね、また明日も厳しい戦いになると思いますけど、なんとか優勝を目指して、まあ、上のチームを一つでも多く叩いて上に行きたいと思いますので、明日も応援よろしくお願いします。ありがとうございました。栗山拓実選手でした。以上ヒーローインタビューでした。